ボクシングジム行ってきます。会長が体調崩して入院したって聞いてたけど、元気そうでよかったです。会長にも言ったけど、ユージがボクシングやるからあと15年は会長にジム頑張ってもらわないと。この先生がパパ、これね、お家でね、あー疲れた。